公演は2008年10月に東京と大阪で開催されたインターズリーダーズクラブセミナー、犬と猫のリンパ腫の診断と治療に、その後5年間で得られた知見を加えてアップデートセミナーとしたものです。一般的な化学療法剤というのは分裂の盛んな細胞に作用します。一方、正常細胞の中でもこのような分裂の盛んな細胞というのはありまして、ここに副作用が生じると。腫瘍細胞をですね、一定数殺すのではなく一定割合で殺滅すると。10の8乗個の細胞があったところで、例えば 99% 抗がん剤が効いて腫瘍が死んだとしても10の6乗個残ってしまうんですね。時間が経つと腫瘍細胞が増えてくる。でまたそこで、元の数に増える前に抗がん剤を投与することでさらにまた減らすことができる。これを繰り返していくことで腫瘍細胞数を減らしていく。こちらは、944頭のリンパ腫を、一生懸命分類してヨゴとの関連を調べたものです。この先生はですね、もうリンパ腫の大家のような先生なんですけれども、この先生が今年出された論文ですね。今後この論文っていうのはリンパ腫の病理の基本になっていくだろうと思います。でこのスライドは新キール分類といって、細胞形態学をもとに作られている分類を猫のリンパ腫に適用した論文から引用しました。これは東大のグループが発表していますので、日本のデータです。犬と猫の治療における違いっていうのを考えてみると、一つはですね、ビンクリシンの毒性、ドキソルビシンもいいところは新毒性があまり起こらない、シクロフォサミドの毒性としては出血性膀胱炎が起こりにくい、こういった副作用の出方の違いで、あとはドキソルビシン単剤での治療効果が猫では低いと。ただ COP にプラスドキソルビシンとすると、良好な治療成績が得られる可能性があると。であとは COP 療法が猫では結構有効なので、費用の問題とか通院の問題ある飼い主様にとっては COP 療法の方がちょっといいかなと思います。